小林富次郎から1910年12月13日は日本の実業家でライオンの創業者。1891年に小林富次郎商店を創業した。熱心なクリスチャンでソロ版を抱いた宗教家と言われる。武蔵国北足立郡与野町出身。4歳の時、父母の郷里の越後国中久引き郡、柿崎村自家海浜村に戻り、 16歳まで家業である酒造業と漁業に従事した。しかし、酒倉が経営不振に陥り、1877年に上京し、石鹸工場、名春社に同居の仲間と共に入社し、石鹸事業に携わっていた1888年11月4日、多門協会で、長田時行より洗礼を受けキリスト教に入信した。 1891年に起業し、宮城県石巻でのマッチ製造など、いくつかの事業を手掛けるが失敗。絶望して自殺しようとするが、長田牧師が送った聖書の言葉で思いとどまる。その後、東京神田や奈原菓子の地に石鹸及びマッチの原料取り継ぎの小林富次郎商店を開設。本郷協会に展開して、海老名壇上牧師を修正支えることになった。 エビナ牧師から歯磨き粉の製造方法を聞き、これを研究して1893年3月に死神ライオン歯磨きを発売した。事業の成功後、アメリカの石鹸会社であるカ学ク紹介の事例を参考にして、積極的に事前事業を展開し、岡山孤児委員などの施設開設に努めた。養子の木市は二代目富次郎を名乗り、ライオンの名誉会長となった。 1910年、探石症のため死去した。死去の3日後に行われた、小林の葬儀の模様を記録した映画フィルム、小林富次郎葬儀は、歴史資料として、国の重要文化財に指定されている。初代の養子である二代目、小林富次郎は豪南五女と多くの子供に恵まれた。二代目の長男である三代目、小林富次郎は、署名を、小林喜一と言い、 後に三代目を襲名し、ライオン歯磨きの会長を経て、1980年に合併で誕生したライオンの名誉会長となった。二代目の次男、小林虎次郎は、戦時中からライオン誘志の社長を務めたが、1970年に社長在任中に死去し長女の夫である田中博士が、婿養子となって、小林博となり、社長職を継いだ。二代目の三男 小林修三郎は1943年ライオン歯磨き取締役に就任した。二代目の四男、小林達志郎はライオン歯磨きの常勤監査役を務めた。三代目、富次郎の妻は白木屋や帝国劇場の社長を務めた西野恵之介の次女。長男はライオン元、会長の小林敦志。次男はライオン不動産元、社長の小林義。 三男は、大音小児監査役の小林修で、茂の妻は、仙田か美元、会長選、コー幸ルの三女。茂の妻の姉は、大工証券ビジネス会長で大日本女中岐区、創業家の上山淳に嫁ぎ、上山の姉は、南海電気鉄道元、会長の川勝康氏に嫁いだ。川勝の妻の姉は、池田銀行東通の清滝和也に嫁ぎ、 清滝の妻の妹は、老と制約元、会長の山田安国に嫁いだが、山田の長男は現社長の山田邦洋である。四男は、西川産業の創業者一族である、西川五郎の婿養子となった、西川恵で、恵の妻のいとこで、伊藤中小寺副社長を務めた、西川昇は、昭和天皇の義弟である、東伏見寺、広氏の長女と結婚し、小林家は、 西川家を通して、天皇家の縁石となった。三代目の議定となった、鏡公平の実父は、三菱財閥の大番頭である昌殿平五郎で、昌殿と鏡と、志村玄太郎の妻は、岩崎八太郎、岩崎矢之助兄弟の命で、岩崎久也、岩崎小八田のいとこであるため、小林家は、西野屋、鏡家、昌殿家、藤岡家,家を通して、 岩崎家の縁石になっている。三代目、富次郎の議定である、西野豊は、松本郎や、小松ストアの創業者である、小坂梅吉の娘を妻に迎えたが、梅吉の三男、小坂敏夫が、山下紀仙元、会長、山下太郎の長女、すなわち山下亀三郎の孫娘と結婚したため、小林家は、西野や小坂家を通して、山下家の園籍になっている。 トラジローの妻は日本政府会長を務めた中村富士一の長女で、中村のもう一人の娘は日本銀行総裁を務めた宇佐美糸氏に嫁ぎ、糸氏の弟、宇佐美武氏は戦国内庁長官を務めたが、武氏の長男は三菱重工業元、会長の森屋学知の次女と結婚し、森屋の長女は三菱床も会長の黒川久氏の長男に嫁いだ。 また、森屋の長男、道春の妻は、河野池財閥の先代当主、十三代目、河野池善江門の次女で、その姉は、東方霊四元、社長のマフニ製造の三男と結婚して、婿養子に迎えた。十三代目、善江門の妻は、東方生命保険元、会長五代目、大田製造の長女で、元、東方生命社長の六代目、大田製造と、元、 家計制約会長の大田幹事は弟、元、衆議院議員の大田誠一はいとこである。小林家は中村家を通して、宇佐美家や池田家に繋がっているが、池田の娘は、三菱財閥三代目の岩崎久也の次男、岩崎高也に嫁いでおり、この経類からも岩崎家と繋がっている。大田聖一の母は、商工大臣などを務めた桜内幸雄の娘で、元、 衆議院議長の桜内義雄の妹である。大田幹事の妻は、伊藤忠商事、丸紅創業者一族の伊藤太一郎の次女で、その姉は、阿弥陀地大国の創業家に嫁いでいる。桜内幸夫のもう一人の娘は、峰駒夫に嫁ぎ、駒夫の次女は、福田康夫元と、首相に嫁いだ。福田康夫のおいは、元、フジテレビアナウンサーの千の島と結婚している。 達志郎の妻は、三木元元、常務の池田義吉の次女で、池田は、同社創業者、三木元幸吉の娘婿、すなわち三木元隆造の義兄にあたる。隆造の長男は元、三木元会長の三木元義隆。竜造の長女は元、三木元社長の本間俊明に嫁ぎ、本間の娘婿、春日とよひ子は後に、三木元社長を務め、義隆と養子縁組して、 三木本とよひこと改正した。池田の長女は医学博士の林に嫁ぎ、その妹は経団連元、会長で、東芝中高の祖、石坂泰造の弟、石坂六郎に嫁いだ。第三、六郎の長兄、石坂幸樹の長女は三井生命元、会長の井上八十三に嫁ぎ、井上の長女、沢子は元、三菱銀行会長。 中村敏夫の長男に嫁いだ。中村の妻は元、日銀理事の塚崎元吉の次女で、塚崎の長女は、日銀総裁や経済同友会代表幹事を務めた佐々木忠に嫁いでいるため、中村と佐々木は義兄弟の関係でありこの二人の系類は、宇治家や岩波家などの財界家系へとつながっている。本間敏夫の義父は、米沢藩主で、 実業家の池田成明で、成明の長男である重明は前述の三木本一族の縁戚でもある。本間俊夫の長女は元、首相、桂太郎の娘婿である長崎映像の長男に嫁ぎ、次女は桑名市の三輪王、諸時計に嫁いだ。なお、桂のもう一人の娘は同じく元、首相、伊藤博文の次男である伊藤文吉に嫁いでいるので、 文吉と長崎は、義兄邸である。二代目の長女、愛子の夫となった、改正者元、会長の今村玄三郎は、男子がなく、婿養子用紙の今村博士を迎えて、事業を継がせたが、博士も男子に恵まれず、東洋パルプ副社長だった、長野忠の長男、正樹を養子に迎えて、社長を継がせた。今村正樹の大おじには元、日本商工会議所会頭で、 新日鉄誕生の立役者、長野茂雄、御用建設元、会長の長野俊雄、五道卓の娘婿となった五道輝雄、元、参院議員の長野静雄、元、石川島張間重工業副社長の長野治がいる。二代目の次女、慶子と、ライオン歯磨き常務だった、吉田武雄の長男は元、ライオン上金監査役の吉田洋一。 幼一の娘は竹中工務店創業家の竹中、孔一に嫁ぎ、孔一の弟、竹中裕二は、竹下登元、首相の娘婿である。孔一、裕二のいとこである、竹中統一の妻は、国与元、会長、黒田之助の次女で同社元、会長、黒田善太郎の孫娘にあたり、黒田家からは、ワコールや日清食品やスタンレー電気などの、 創業者一族へと経類がつながっている。二代目の三女、政子は、島商社長の島田増次郎にとつぎ、その長男、島田康勝の妻は、国部元、会長の十一代目、国部官兵衛の長女で、十一代目、国部官兵衛の妹は、武田薬品工業元、会長の六代目、武田長兵衛についだが、この経類は、伊藤ハム、和田勘、 キッコーマンなどの創業家につながる。ありがとうございます。